欧米のメディアによると、日本には女子学生がポニーテールをすることを禁止している学校がたくさんあり、あなたは女子生徒が学校でポニーテールをしていいと思いますか？いや、していいと思いますよ。髪長かったらそれは邪魔だろうし、夏暑いんですよね。で、実は日本の一部の学校で女子がポニーテールをすることに男子が性的興奮を覚えることを避けるためにポニーテールが禁止されている場所もあるんですけども、この理由についてはどう思いますか？規定を決めた人が多分首フェチだったのかなって思います。なんで変態に合わせなきゃいけないんだっていう、それでなんか男の子たちが見て興奮するから、じゃあやめましょう、わかりましたとはいかないかなと思うので、逆に男子に失礼なのではみたいな気持ちはありますね。女子は女子でポニーテールしたいし、男子も男子でそうやってなんか性的興奮を覚えるよって絶対的に思われてるみたいな風潮が、いや失礼なのでは、男女差別を生むのではないかみたいな思いますけどね。